はい、今回はね、100円ショップで買えるね、スマホの便利グッズをね、また一つ紹介したいと思います。こちらはですね、いわゆる OTG ケーブルっていうね、ケーブルになります。ホストケーブルとかっていうね、言い方もしますけれども、ちょっとね、ここを見ていきますと、USB-A 押す機器を Type-C 搭載機器で使えるというように書いてあります。で、ここにですね、USB ミニメモリー、マウスなどっていうことでね、書いてありますけれども、要はですね、このケーブルを使うことによって、スマートフォンが、まあ、お焼きと言いますかね、いわゆるパソコンのようなね、よくパソコンにキーボードとかですね、マウスとかを USB でつないで使ったりしますけれども、それと同じようなね、感じの機能をスマホに持たせることができます。ですので、このようね、これはまあ Type-C なので、 Type-C をスマホ側に挿して、こちらがね、 USB のいわゆる先ほどね、 A になっていますので、こちらにマウスとかキーボードとかを挿して、スマートフォンでそういったね、 USB 機器が使えるようになるケーブルです。はい、それではね、実際に使っていきたいと思います。例えばね、これスマートフォンになりますけれども、普通にね、今回これはね、マイクロ USB なんですけど、これもね、同じマイクロ USB 用の OTG ケーブルになりますので、ここにね、差し込みます。ここまでは普通ですね。こちら側が USB の A になっているので、例えばですね、これはマウスです。USB のね、普通にパソコンで使ったりするマウスですけども、これをここにこう入れると。はい、そうするとですね、分かりますかね、今こちらでマウスを操作すると、ここにね、もうあたかもパソコンのね、このマウスポインターみたいなのが出てきて、普通にね、こうやって使うことができます。はい、今回紹介しました OTG ケーブルですけれども、まあ、100円ショップで簡単にね、手に入れることができますので、まあ、一つね、持っていてもいいかなという商品です。まあ、これは Type-C ですけれども、昔からね、使われているマイクロ B のものもありますので、まあ、100円なんでね、一つ買っておけば、何かね、そういった緊急事態に結構ね、使えるんじゃないかなと思います。はい、今回は以上です。